はい、どうも。ポケモンですね。ポケモンの、まあ、今、こんな感じでございます。それでですね、まあ、幸せの卵を使って、で、合成をされてる方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけども、で、そこでですね、一知恵、まあ、なった、コラッタで見てみますね。で、コラッタが313今、飴玉あります。はい。で、飴玉313ってことは、12体。1、2で1、2の9体で11体で12体で、ここでですね、お気に入りの星を打っとくんですよ。そうするとですね、その飴に変えるときに迷わずこうガンガン変えることができますね。はい。で、まあ近々限界数がどれだけなのかっていうところで動画を上げさせていただきますんで、よろしくお願いします。はい。まあ、ここ2、3日でできると思いますんでね。はい。幸せ卵を30分でですね、限界何体まで合成いけるのかと。はい。楽しみくださいませ。ご視聴ありがとうございました。